じゃあ機材が気になるから残ることにする。いいかな、二人に頼んだもん。ああ、わかった。こいつと二人か。まあ、しょうがねえか。ごめん、よろしく。森本さん意外に器用っすね。機械いじりは慣れている。へえ、そうなんだ。大学って工学部とか？ああ、機械科だ。すごいっすね。そうか。全然わかんないし、中学の時赤点ばっかだったし。ああ、俺んちの冷蔵庫、こないだからなんか調子悪いんすけど、東京戻ったら修理してもらえます？俺でよければ。マジ？ラッキー。どう？何事もないようだ。ほら。本当だ。やはり潮風か砂ぼこりにやられたんだろう。明日以降、その対策を考えないといけない。そうだね。どこで取るにしても、どちらからも免れないだろうし。すぐできそう？後で東堂と相談してみる。頼むよ。ねえ、治ったの？みたいだよ。よかった。東堂さんが伝承だのどうのって言うからさ、マジで信じかけたよ。そういう非現実的な問題じゃない。なんか安心したら眠くなっちゃった。暇だし、飯まで一休みしてくるっす。もし時間になっても起きてこなかったら起こしてください。わかった。私もちょっとお風呂入ってくる。潮風で髪の毛バサバサなのよね。もし邪魔なら俺も出ていくけど。別に邪魔じゃない。不調の原因がはっきりしてよかった。森本のおかげだよ。ありがとう。赤井も神社のたたりのせいで機材が動かないと思っていたのか。そういうわけじゃ。
東堂のように原因を確かめずに何でも例のせいにするのはどうかと。森本は例の存在を信じていないのか。ああ、それに東堂の場合は周囲をかき回すのを楽しんでいるだけのような気がする。それは俺も思った。でも、でも俺は森本みたいに全てを否定しようとは思わない。俺には霊感はないけど、感じないからといって絶対に存在しないとは言えないだろ。赤井の言う通りだ。森本、自分に理解できないからといって否定するのは良くない。世の中には自分の理解できないものが。それは分かっていたつもりだったんだが、頭が固くてダメだ。赤井は柔軟だな。俺も見習いたい。なんか森本らしいな。そうか。うん、なんかそんな気がする。それで監督、明日はどうする？とりあえず機材は治ったみたいだけど、また潮風や砂ぼこりで不調にならないように対策をしないと。それができるまでは崖や海の近い場所での撮影はやめておこうと思う。神社の方もダメみたいよ。マスターが確認してくれたのか。そう、さっきちょっとね。でもね、なんかはっきりしないの。はっきりしないって何が？おじさんもよく知らないみたいでね。神社に修復作業が入るってことは分かったんだけど、どのぐらいとか、警察がどうしたのか聞いても全部わかんないって。やっぱりよそ者には言えないなんかがあるんじゃねえの。また東堂君はそんなことばっかり言って。とにかく明日直接神社に行って確認してみよう。神社に入れないなら別神を取ることにすればいい。別のシーンってどこで取るんだよ。まさかまた機材持ってあちこち歩き回らせるつもりじゃねえだろうな。
フィルムを引き取って確認しないと決められない。マジかよ。それじゃあ二手に分かれたらどうかな。神社の撮影が可能なら撮影を、ダメだったら一旦フィルムの確認をして、その後で撮れるシーンの撮影を検討する。いいかな。それでいいんじゃないか。天候次第って感じだけどね。てるてる坊主作っておこうかな。俺もそれで構わない。東堂は？了解としか言えねえよな。多数決だったら俺は少数派だ。というわけで、今日の遅れを取り返すために明日は朝早くに動くことにしよう。8時には動けるようにしておいてくれるかな。8時ってことは7時起き？早いっすね。冗談じゃねえな、まったく。普段ならようやく布団に入る時間だ。早寝早起きした方が健康にはいいっすよ。ガキにはそうかもしれねえけど、俺にはそういう健康的な生活ってのが合わないんだよ。また人のことガキって言った。そういえば天気で思い出したんだけど、今晩流れ星がたくさん見られるんだって。流れ星？そう、なんとか流星群とか言ってた気がするんだけど、よく名前は覚えてないんだ。この間見たニュースでそんな話をしていた気がする。俺はよく覚えてないな。でも流れ星がたくさん見られるってことは願い事いっぱいできるってことっすかね、赤井さん。この島はガスがなくて空が綺麗だ。きっと星が降るように見えるだろう。うわー、森本君ってなんかロマンティスト。別にそういうわけじゃ。お、珍しい、森本君が赤くなってる。やめなよ桜。俺は先に部屋に戻ることにする。あ、えい、さくら、森本さんのこと怒らせてやんの。本当に怒っちゃった？ねえ赤井君、どう思う？怒ったわけじゃないと思う。ただ照れていたみたいだね。森本のことをからかうのはやめておけ、さくら。そうする。明日謝っておこう。そうしておきな。じゃあ私、2階のテレビ借りるね。見たい番組があったんだ。あ、さくら、ずるいぞ、俺も見たいのが。二
人とも元気だよな。東堂もそう思わないか？なんだよ。なあ赤井、知ってるか？古くから流星っていうのは協調の表れとされてきたんだぜ。またオカルト話か？まあ聞けよ。流星の伝承の中には人玉を流星とする話があってな、日食や月食とともに恐れられてたんだ。大勢の人間が死ぬ前兆だって話もある。もしかしたら伝承にあるようにこの島が全滅するって兆しなのかもしれないぜ。いい加減にしろ。流星群と伝承は何の関係もないだろう。お前さ、本当にこういう話されんの嫌がるよな。なんか嫌な思い出でもあるのか？あんたには関係ない。部屋に戻る。やめなよ、ああいうこと言うの。どういうことだ？オード、そんなに怒るなって。別に赤い本人はオカルト話は嫌いじゃないんだろ？好きでもないけど。でも青山が嫌がるからそういう話をしてほしくねえんだよな。なあ、なんか理由があるなら聞かせてくれよ。まあいいや、俺は先に寝るぜ。明日早いんだろ？疲れたな。情けないな。ダメだ、
人だと悪い方にばっかり想像が働く。クリス？赤井さん！驚いた。起きてたんだ。ちょっとうとうとしてたんですけど、ノックする音で目覚めました。絶対赤井さんだと思って。だったら起こしてごめん。もう一度寝ててくれて。赤井さんの顔見たらバッチシっす。よかったら中で少し喋りませんか？体調はどう？さすがにちょっとバテてます。みんな体力ありすぎ。俺本当は夜型で、東京にいる時はこんな時間だったらクラブで遊んでるのに、なんか変な感じです。クリスがクラブなんて行くと目立つだろう。そんなことないっすよ。チビだからそういう意味では多少は目立つかもしんないけど、俺ぐらいのやつなんて腐るほどいる。だから俺本気で俳優になろうと思って。俳優だったら演技を見てもらえる。今回の映画はそういう意味でも勝負どこだと思ってるんです。俺、本当にかけてる。クリス。どうしたんだ、急に。ああ、すみません。なんか突然眠くなってきて。ごめん、やっぱり部屋に戻るよ。いや、平気っす。あくびしながら否定しても信憑性ないよ。明日はまた朝から撮影だし。かけてるんだろ。そのためにも今日はよく休んだ方がいい。すみません、赤井さん。俺明日頑張ります。期待してる。おやすみ。
んだろう。神社の玉の色に似てるな。そういえば、さくらが何か言ってたな。窓から見るよりは、外に出た方が見やすいかな。あれ？赤井くん。こんな時間に何をしてるんだ？ご覧の通り、一人寂しく星見酒よ。赤井くんは？俺もさっきの桜の話を思い出して星を見に来たところ。一緒に見てもいいかな？もちろん。ついでにこれも一本プレゼント。ありがとう。いえいえ、どういたしまして。この島で本当に良かったのかな。え？なんかね、勢いみたいな感じで映画の撮影をこの島ですることに決めちゃったけど、本当に良かったのかなって。何を突然に言い出すのかと思えば。前に言っただろ、俺はさくらの島の伝承の話を聞いてシナリオのイメージが出来上がったって。でもね、話で聞いているのと実際自分の目で見たら違うって可能性はあるじゃない。島に来てすぐに行っただろ、この島のことすごく気に入ったって。
それ本心？赤井くんって優しいから私のことを気遣ってとかじゃない？信用ないな俺。ごめん、悪い意味で言ってるわけじゃないのよ。ただ赤井くんって絶対に相手のことを思いやる人だと思うの。悪く言ったら私が傷つくと思って。それで俺そんなにいい人じゃないと思うけど。そんなことない、赤井くんってすごいいい人だよ。私だけが言ってるわけじゃなくて、サークルみんなの意見。そう言ってもらえるのは嬉しい。でもこと映画に関しては俺も周平に負けず劣らず真剣だから、妥協したり遠慮したりはしていないつもりだよ。赤井くん、いい映画というか頭の中にあるイメージをちゃんとした形にしたいと思ってる。そのためにはこの島でロケするのがいいと思った。そして実際島に来てみて。来てみて？よかったと思ってる。そっか。赤井くん、嘘つかない人だもんね。なんか安心した。さくらが心配する必要なんてないよ。今回のロケのことではただでペンションに泊まらせてもらえたり本当に感謝してる。頑張らないとね、撮影。そうだよ。流れた。どこ？ほらあそこ、オリオン座の近く。え？あ、本当だ。あっちも、あ、こっちも。私この空き缶片付けて部屋に戻るね。赤井くんはどうする？俺はもう少し星を眺めてる。なんかシナリオでいい展開がつかめそうなんだ。だったら先に行くね。それじゃあおやすみ。おやすみ。